フィンンンンチリーローーロドド駅駅とセントジョズのゾに位置する当駅は1939年11月20日にメトロポリタン線のスタンモア支線の機能がベーカール線に移動される際ベーカーストリート駅とフィンチリーロード駅の間に建設された地下トンネルに設置されたベーカール線スタンモア支線が1979年にジュビリー線の一部となったため 当駅もジュビリー線の駅となった。駅名は、駅近隣の1803から1804年に建てられたパブに由来する。当初このパブは、ザ・スイス・タバーンと呼ばれていたが、後年スイスコテージに改名された。この新駅は当初近接していたメトロポリタン線のスイスコテージ駅の一部として運営され、1番線、2番線がメトロポリタン線、3番線。 4番線がベーカール線とされたが、メトロポリタン線の駅は1940年8月17日に廃止された。ベーカール線スタンモア支線が1979年5月1日にジュビリー線の一部となったため、東駅もジュビリー線の駅となった。東駅はサウスハムステッド駅に近接しているが、乗り換え駅とはされていない。 マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。